AGS 1から2速のギクシャクが評価の分かれ目。会社の社用車として走行距離約 2000km の新古車を購入し使用しています。エクステリア商用車ですから、可もなく不可もなく。インテリア運転席周りは小物入れも多く快適です。前の型と比べてドリンクホルダー等が使いやすくなりました。また運転席の上にあるオーバーヘッドシェルフはとても便利です。エンジン性能、かっ飛ばす車ではありませんから必要十分かと。でも走行時にエンジンがかなりうなりを上げます。エンジン音を聞きたいという人以外にはただうるさいだけかと。走行性能、この車の評価はこの車の AGS をどう評価するかだと思います。貨物車ですから荷物を乗せて走ることを想定していると思われますが、一速で走り出し時速10キロを超えたあたりですぐに二速に自動で入ります。問題なのは交差点での右折時に対向車の合間にサクッと加速したい時です。右折したい、対向車が途切れる、アクセル音の時に対向車線に入ったあたりで二速にシフトアップされ、その瞬間加速が途切れてしまい対向車が接近してきて非常に焦ります。この車を使うようになってから交差点右折ではサクッと加速できないので、余裕を持って後続の車を待たせてでも対向車が途切れるのを待つようにしています。また長い急な上り坂では二速でエンジンをうならせながら上っている途中で車が努力不足を感じたのか、いきなり一速にシフトダウンされウオーオンととてつもないエンジン音を上げ近くの人の注目を集めます。次の瞬間二速に入りとってもギクシャクです。また駐車場の入り口などで短い上り坂のスロープ等では軽くアクセルを踏みながら二速でゆっくりスロープに進入、上りきれず一速に自動でシフトダウン、アクセル一定のままシフトダウンされるのでタイヤが急に回りチキと一瞬ホイールスピン等、1から2速がとっても扱いづらい車です。乗り心地、貨物車ですから。燃費、燃費計の値はリッター 17.7 キロ、前の型のエブリィよりもいいですね。総評、荷物はたくさん積めるしこの手の車にしては燃費もいいです。運転席周りの使い勝手もいいですね。すべてはこの車の AGS が許せるかどうかにかかっていると思われます。許せない場合は 5MT4AT も選択できます。以前にアルトターボ RS に試乗した時はそれほど違和感を感じなかった AGS ですが、エブリィについては全く別物です。このセッティング特性を把握して乗らなければたびたび危ない目に遭うかもしれません。現在は2速発進モードなど追加されたようですが、必ず試乗をしていろいろなシチュエーションを体験されることをお勧めします。その上でこの車はありだと感じられればとても良い買い物になると思います。